バニラとジェシカの最近の評価レポート見た？ええ、バニラは訓練生としてはよくやっていると思うし、ジェシカも頑張っているわよね。相変わらず。そうだね、訓練はしっかりしているし、実力はあるんだけど臆病なところがあるから、こういう時ばかりは誰かさんの性格を見習ってもらってもいいのかもって思うよ。あら、これって褒められてるのかしら？でもいつかその性格を乗り越えて成長できたら、優秀なオペレーターになれるかもしれないね。そうね、いつかそう遠くない未来、そんな姿が見れるかもしれないわね。早く成長して私たちに楽をさせてほしいわ、なんてね。